チャレンジカップ1回戦、トヨタソフトバンクホークス対さあ、そして打席には中田が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました。レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。7番バッター吉川、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。ツーアウトになっています。いいまっすぐですよね。はい、低めストレート空振りです。インサイド落ちました。一塁アウト、スリーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター京田、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。いいまっすぐですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライクです。打ちました。中村セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。今日は見事な完封で白星を挙げました。